いや、岡さん。おう、どうした。ここはおレスマンさんの事務所があるところじゃないですか。おう、そうだな。おい、いや、大丈夫ですか。いや、大丈夫も何もないだろう。お前何しに来たか分かってんだろう。なあなあ、甲斐選手のオファー。そうだよそうだよ。なあ、もう来て話してそれでオファーするしかねえ、そう思ってんだよな俺は。ああ、いや、でもいるか分からないでしょ。いや、いるか分かんねえとか、そんなお前そんなの関係ねえだろう。思い立ったが吉日だよお前な。いや、思い立ったが吉日だろうが。いや、そんなこと言ったって吉日だっつってんだよお前な。なんだよ、深い対力をやりたいって藤田選手からアピール、もう1週間経ってますよ。いやいや、お前ふざけんじゃねえ。もう思い立ったのが今なんだよ。だからまあこの間受けて、だからもう行くから、今から行くから。いや、でもいないっすよ絶対。わかんない、いるだろうが。だってそんなね、大体いる、大体いるじゃねえか。大体プロレスラーがそんなね、事務所大体練習してたりとかね、一日読めないですから。その動き、でもそんな大丈夫だろう、いるだろうな。いやいや、ちょっと僕も初めてなんで緊張しますよ。まあ選手っていうのは事務所に大体いるんだよ。いないですよ。しかも螺旋階段、あ、村山さんいらっしゃいます。あ、レストランの方ですよね。はい、村山さん。はい、あの、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。頑張れプロレス代表のおかげで申します。はい、存じてます。お疲れ様です。あの前回、はい、甲斐選手に出ていただき、とても盛り上がりました。ありがとうございます。とんでもない、こちらこそ。なんですけれども、次6月16日吐き溜めプロレスという、まあ、頑張れプロレスのまあなんかまあ企画というかその試合なんですけれども、6月16日、わらびで甲斐選手に試合をしていただきたいと思いまして、ここに来させていただきました。はいはい、よろしくお願いします。まあ、来ていただくのはあれなんですけど、はい、突然、まあ、アポなしで来られてもちょっと困るんですよ。いや、そうですよ、ケイさん。いや、あの、ね、お願いしますよ。いや、困るというか。分かるんですけど、はいはいはい、急に来られても、ちょっと、困ります。申し訳ないですよ。いや、ちょっと。いや、ダメですよ。そんな、今なり何言ってんの。そういうもんでしょ。だって顔、僕だって断りたいですよ。電話とかメールとかじゃなくて、本人に、あ、いや、それ熱意系はいいと思うんですけど。いや、いや、ちょっと、前もって連絡いただければ、あれですけど、急に僕打ち合わせしてるんで。ちょっと待ってください。いや、本当お願いします。この通り、この通り、本当に。そうだ、頭下げると、こっちも困っちゃうね、本当に。いやいやいや、6… どうしたの、どうしたの。おい、ちょっと待って、あの場にさ、甲斐さんいるよ。ちょっと、村山さん、甲斐さんいるじゃないですか。いた。カイさんいましたよ。ちょっと人にいるぞ。ちょっと、おいケイさん、おおカイさん、ありがとうございました。ありがとうございました会に会いに来たんだ、会に。ありがとうございます。嬉しい。よし。実はこう担当直入に言うよ。6月16日、吐き溜めプロレスに、出場してください。お願いします。あ、やっぱり5人目。お願いします、5人目。イルミネーションの。違う。いや、そうだよ。5人目じゃないんだよ。やっぱ清水愛さんじゃなくなった。違うんだ。いや、俺やるよ、やるよ。やりますよ。違う。5人目じゃないんだよ。5人目じゃないんだよ。ごめんな。5人目じゃなくて。6人目。じゃあ6人とかじゃなくて。違う。ちょっと話落ち着いて。落ち着いて話聞いてね。ね、プロデューサーの、ハキプロのプロデューサーの、藤田みのる、ボート変えんたんな。藤田みのる。あいつか。わかるな。あいつが、かい。はい、お前と、はい、力道山先生、力選手とのシングルマッチを要求してきたんだよ、おい。やります、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 本当に、やります、やるぞ、よし、やるぞ、やるぞ、よっしゃ、やるぞ、よっしゃ、どうぞ、村山さん、実は、村山さん、これ本人大丈夫っつって。こないだ、実は、控え室が隣だったんですよ、力選手と、その時に。話したんですよ、いつか
やりたいですね。チカル選手もずっと正座して、いやいややめてください、もう足を崩してもう座ってくださいって、もうずっとそんな感じで、もうよろしくお願いしますって言われて、いやもうそんな、やるぞやったやるぞやった大丈夫ですよね、これ本人大丈夫って言ったから、ちょっととにかく静かに、やるぞうるさい、うるさい、静かに、ちょっと落ち着いて、やるぞ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 よっしゃやるぞやったわ、決定だよこれ、決定、出なきゃ決定、6月16日で解体力決定、やったよっしゃ村山さん、大丈夫ですよね、本人、大丈夫ですよね、やります、大丈夫です、本当にいいのかい、やります、やります、やりましょう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 、まあ話を通せよね、僕も頑張りましょう、頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いし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 ます、ちょやめてやめて、本当やめてやめて、ありがとうございます、頭上げて、頭上げて、本当頭上げて、共有スペースだから、ここは元々頭上げて、人の出入りもあるんでね、ちょっとお願いします、もう村山さんもう大丈夫ですよね、話するから、分かりました、まだ頭上げて、静かに静かに、ね、ね、落ち着いて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 ね、落ち着く、はい、大丈夫だね、落ち着いて話するからね、はい、やった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 これでイルミネーション頑張ります、イルミネーションじゃないからな、シンクロ落ちだからな、わかりますよ、この、なこんなどうなってんだ、頼むぞ、よっしゃやるぞ